言霊。
走ったら危ないのよ。あら、あなたは。よかった。探してたのよ。予鈴が鳴っても来ないから、どうしたのかと思って。私はあなたの担任の水木かおりよ。水木かおり。ありがとう。簡単にまとめてくれればいいわ。藤沢学園は広いものね。新入生もようやく慣れてきたぐらいだし。今日から新しく一緒に過ごす仲間が増えるわ。気になるのはわかるけれど、静かに。じゃあ自己紹介をよろしくね。仲良くしてあげてね。それならちょうどいいわ。席は神楽さんの隣なのよ。なかなかに縁があるじゃないか。そうだわ。神楽さんに校内案内をお願いしようかしら。学園は広いし、迷うにも無理はないのね。さっきのあれって迷ってたんだ。それなら言ってくれればよかったのに。放課後にお願いできる？わかりました。神楽ななみにお任せあれ。Thank you.
神楽さん、よろしくね。はい。何かあればいつでも相談に乗るから言ってね。さてと、みんな、そろそろ進路調査票を配るから、自分の進路について考えておいてね。異次元空間の中さ。
この空間で相手の心に干渉して心を満たしてるのさ。右側にナナミって子が立ってるね。あれは実物じゃない、あんたが作り出したイメージさ。だからといって侮るんじゃないよ。現実の対象者の心の強さに反映されているからね。左側に丸い玉の形をしたパネルが見えるだろ。これが言霊さ。あんたの放つ言葉の力が形になったのさ。パネルを決定すると列の一番上へワープする。縦か横に3個以上つなげることができればパネルが消えて言霊をぶつけることができるよ。じゃあ早速やってみようか。
爆弾を中心に上下左右のパネルが全部消えたね。爆弾は特殊パネル以外の連鎖をつなげてパネルを多く消せればムーブ言霊をぶつけた時のゲー特定の属性のパネルをランダムよし、私が教えるの。Yeah!